はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日はミルク餅作っていきます。使うのがね、砂糖に、あとくず粉、あと牛乳だけっていうね、非常に材料もシンプルで美味しいと思います。分量の方はね、テキストで上げさせていただいて、いただいてると思うんですけれど、先にくず粉の方と砂糖の方ですね、軽く混ぜ混ぜしておきましょう。そうしておいた方がね、後々溶かしやすくなりますからね。ね、牛乳を気持ちだけ入れます。分量の牛乳を、牛乳の方から。ここでよく溶かしてあげてください。いっぺんに牛乳全部入れてしまいますとね、しっかり全部ダマないように潰せたかなという確認が、溶かせたかなという確認できなくなってしまうんで、この段階でしっかりとくず粉をまずはよく溶かしてあげてください。最近のくず粉ってね、割と溶けやすいんでね、昔と違ってその裏ごし通す必要性とかっていうのは特にないかなという気はします。この段階でしっかり溶いていただいた分に関しましては。ただもしね、どうしても気になるなっていう方なんかは、一度、裏ごしに通していただいて、ダマがよりないように丁寧にしてあげたらいいかと思います。特にダマもなくなりましたね。残りの牛乳全部加えていきます。火にかけて混ぜていきます。最初から最後までちょっと混ぜるのがね、どうしても必要になっていきます。そのまま置いたままにしておきますとね、どうしてもそのせっかくのくず粉がこう沈殿してきて、そこが焦げてしまいます。せっかくね、ダマないようにしないダマダマなって美味しくない変なわけのわからんものになってしまうね。ここから先は、出来上がるまでずっと混ぜ続けていきましょう。だって、焦がすのが怖いなっていう方なんかは、湯煎でやっていただいたらいいかと思います。湯煎でやる場合やったとしても、必ず1回はこう沸かしてあげてください。沸騰させるっていうことによって粉気の臭さ、粉臭さを飛ばすっていう意味合いでございます。牛乳の性質的にどうしてもね、鍋底とかこの鍋肌というのか、側面のところがどうしても焦げやすかったりするので、そういうふうな焦げだけ出ないようにこう定期的に落としながら練り混ぜていくような感じでしてあげてください。でずっと練り混ぜていってるとね、こうちょっと抵抗感が増してきます。くず粉のところの部分ですね、この効果でこう固まってきてる。ね、もう一個ね、牛乳の成分のね、凝固作用があるので加熱していくと固まっていくんで、こういう感じで余計トロッとしてきます。こうなってきたら一度火の方をちょっと優しい火に変えてあげてください。すぐここから先はね、焦げつきやすくなってきますんでご注意ください。一旦ね、先に沸かすといった作業の方をやっておきましょう。沸かすのはね、水分が多い時に一度沸かしていただく方がいいかと思います。こっちは水分がある分ちょっとでもやっぱり焦げつきにくくなりますんでね、5分間ほど練り混ぜていきます。というわけで5分間経ったら、よいしょ、こんな状態のね、トローンとした感じになってくれます。全体的にこう行き渡らしたら捨てておきます。ちょっと流し終わりましたら、どうしてもこう縁とかにちょっと汚れてる部分があったら拭き取ってしまいましょう。でここでする作業がトントンの作業ですね。わかりますか、こういう感じで気泡が出てきてます。これは中に溜まってる空気ですね。それをこうやって抜いていく作業です。トントンするのが終わりましたらラップをします。密着ラップですね。ここから水分がね、蒸発しない状態に持っていけるんで、ちょっとでもやっぱりよりしっとりとね、美味しい状態に仕上げたいというね、この作業をやっております。で冷やすときはね、氷水なんかを入れたバットとかに乗っけて、こう上からまた氷とか乗っけて冷ましていくみたいな感じでダブルで冷やしていきます。というわけで、ある程度の時間冷やしたんですけど、もうちょっとね、本来的にはちょっと冷やしたいところなんですけど、ちょっと今日時間がなくって途中で取り出しているっていったところでございます。なので、ね、すごくもちもちんとした状態に仕上がります。というわけでこんな感じで、ミルク餅、本当にね、餅みたいにムニムニっとしてる感じですね。
本来的にはもうちょっとね長時間冷やし固めておくともっと形もしっかりしてる状態になってくれます。ちょっとこちら一口いただきたいと思います。うん、あ、うまっ。味加減がね本当にちょうどいい程よい甘さになってます。夏場に食べるのにめちゃめちゃちょうどいいですね。よく練ってる分ね口当たりもすごく滑らかでめちゃめちゃ美味しいです。というわけで本日は、ミルク餅の紹介でございました。また今後もねいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画でバイバイ。